智也と申します。今回はコロナキャットボール小牧店に来ております。今日は皆さんご存知の方が多いかと思うんですけども、あえてこの検証をしたいと思います。題してボールの表面を加工したらどんだけ曲がりの違うのか検証。前回ご紹介したキラーシャーク2とダイノ、これをですね、表面を500番にサンディング、曇らしてみて、どれだけ、箱出しの状態、それと曲がり方が違うのかを検証したいと思います。それでは行ってみよう。それではまず箱出しの状態で投げてみたいと思います。曇らせてみたいと思います。研磨してきました。で、この状態でもう一回投げてみたいと思います。検証終わります。ご視聴ありがとうございました。